はい、皆さんこんにちは、レナです。今日は名古屋にいます。この後ろにあるのがうな富士です。とても有名な名古屋にあるひつまぶしのレストランで、今日はそこでちょっと食べてみたいと思います。行きましょう。すみません。はい、すみません、ありがとうございます。はい、お手伝いでお上がりください。はい、すみません、お願いします。おー、すごい。ここに入ってきて雰囲気めちゃめちゃいいんですけど、昔ながらの旅館とか料亭にいるみたいな感じで、中庭に鯉の池があって、あの中も全部畳の部屋と、本当になんか昔ながらの雰囲気めちゃめちゃいいよ。どうぞ。上質まぶしを2つ、上質まぶしを2つですね。お願いします。ここひつまぶしのレストランなので、まあ、特にひつまぶしがあって、肝入りのひつまぶしとかもあったりするんだけど、もちろんひつまぶしじゃなくて、あの日本のどこにでもあるうな重とか、そういったものもたくさんあります。でもここにあの本当に高級のレストランなので、お昼のコース料理みたいなのが3種類あって、ちょっとお高めって感じでも美味しそうですよ。社長今日もつけてますね。あ、これノードグリーンのアクセサリー、ネックレスとピアス、可愛いでしょ。似合ってますね社長。ありがとう。前菜のキュウリ、うん、好きだよ。うん、タカが絶対に好きだよこれ。ちゃんとあの塩辛い、ビール飲みたくなるやつだね。おめでとうございます。ありがとうございます。どうぞ。飾り入れます。すごいよ、この全部金色で出た、あの記念日だと金色の器で出してくれる。特別なイベント、誕生日だったり記念日だったり、私これが金色だと思ったら全部金色すごい、王様になってくるね本当にすごい。おお、すごいパンパンだよ。これ美味しそう。香りが一気に広がったね。美味しそう。じゃあ次はこのひつまぶしの食べ方を説明します。普通のうな重と比べて、ここの茶碗を使った食べ方があります。ひつまぶしは4つのステップで食べます。1つ目のステップは、ひつまぶしをここに入れてそのままで召し上がることです。めちゃめちゃ美味しいです。いただきます。最初はシンプルだね。そうそうそう。もううーんしかないよ。めちゃめちゃ美味しいですよこれ。あのカリカリで焼いてあって、そのうなぎのタレが、このお店のうなぎのタレも最高で、本当に美味しいですよ。お腹減ってたし最高。うんうんうん、うなぎ分厚くない？ああ、そうそうそう、ふわふわの分厚いうなぎだよ。でもカリカリで焼いてあるよ。うん、うまっ。次の4分の1はここにあるわさびとネギで、ちょっと味の変化を楽しむこと。じゃあ、めっちゃ綺麗になったね。あの名古屋飯いつも茶色だけど、この緑を足すと結構綺麗になりますね。ではお肉分厚いね、うなぎの。分厚いね、肉厚だよ、めちゃくちゃ。わさびとネギを加えると味が変わって、特にそのわさびのちょっとだけの辛さがあるのが本当に美味しい。あのひつまぶしを食べてる間に、このお吸い物と、あとは漬物もついてるので、間々に食べて飲んだりするのが一般的です。
じゃあちょっとひつまぶしじゃなくてちょっとお吸い物をちょっと飲んでみたいな。なんかよく肝のお吸い物が多いけど、ここはアサリだね。あとはこれカラフルなオフ、オフ、これもお祝い的かな、違うわかりません、うん、楽しいよ。では3つ目の、作り方はこれを使っただしです。ひつまぶし茶漬けだ、ね、あのお茶漬けじゃないよね。だしをひつまぶしの上にかけて、まあ、ひつまぶしはそれが特別なところですね。それ以外は、まあ、普通にうな重とかでも味わえるけど、うん、だしをかけたひつまぶしは美味しいですよ。美味しそうだね。私はこのところが一番好きなところで、本当にこのリゾットというかまあお茶漬け的なのが一番好き、うんうん、あのわさびがこのスープに溶けてきたからちょっとだけ辛さがあって、でもこのだしも結構味が濃いというか、まあ、さっぱりしてるけど本当にいい味をする。よくさ他の店だとさタレをさ追加でかけれたりするんだよ、ここに。ああ、あります。うな富士さんはタレ置いてないからかけれない。そう、かけない方がいいよ。俺いつもお茶漬けにするときはタレを追加してちょっと味濃くして。タカはあのバカ舌だからひつまぶしのうなぎの味は楽しみたくなくてタレ追加するとめちゃくちゃ美味しいよ。タレが大好きすぎて今3杯食べて残り1杯分残ってるけど量多くない？もうめっちゃお腹いっぱいだよ美味しいけど多い。他のお店よりなんか量が多い気がする。いや、上ひつまぶしだよ。あ、そうだ、だからか。多分ご飯もちょっと多いし、あのうなぎもちょっと多いから3杯目終わりにしてお腹いっぱいになってきましたね。そう、はい、ではでは最後の1杯多いかも。どの食べ方でいきますか？シンプル、もしくはネギ、もしくは茶漬け。うん、そうだね。最後はお好きにどうぞという感じで、私は2番目のステップでわさびとネギで食べたいと思います。あ、そうなんだ。俺いつも最後は茶漬けですよ。いや、もう結構だいぶ来ましたので、あのそれにあの水分を加えるともっとお腹いっぱいになるだろうねと思って。こんな感じでどう？美味しそうでしょ？味変えれるのがいいよね、やっぱり、ね、そうそうそう、うん、本当にあの漬物とかも全部本当に美味しくて、このスープも美味しかったね。あ、そうそうそう、特別に美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった、本当に満足したけど、このドレスがきつくなってきましたよ全部食べきれましたね、うん、やっぱ量多いけど美味しいからサクッといけちゃうね。進みますよ美味しかったね、大満足。今日はうな富士白壁別邸に行ったんだけど、他にもたくさんの店舗あります。皆さん名古屋に来ることがあれば、うな富士でひつまぶしを食べてみてくださいね。ではこの動画が面白かったならぜひいいねボタン押してくださいね。チャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。